ねえ、何してるの？休みの日なのに、早起きして。ああ、ごめん。驚かしちゃった。うん。さっき起きた。おはよう。それで、何してたの？とっさにスマホ隠してたけど。通販？へえ、そうなんだ。ねえ、それ、本当？こっち見てよ。嘘が下手だね。目、泳いでる。正直に言ってよ。また、俺の写真見てたんでしょ。はぁ、やっぱり。恥ずかしいからやめてって言ってるのに。ね、フォルダ見せて。写り悪いやつ、消すから。ダメ？わがまま言わないでよ。本人が恥ずかしいって言ってるんだから。言うこと聞いて。ほら、スマホ貸して。いいから。うーわ、やっぱり、写り悪いやつばっかじゃん。目の下、クマひどいし、寝癖ついてるし。なんでこんなのずっと残してるかな。わ、これ口元にご飯ついてる。こっそり撮ってたの？ひどいな。それが可愛い？何それ。お前って何でもかんでも可愛いとか、ちょっとしたことでかっこいいとか言うよね。前にネットで見たけど、そういうの沼って言うらしいよ。何でも可愛いとかかっこいいとか許しちゃうのは、そのことが好きすぎるから末期症状なんだって。どう？自覚ある？自覚はあるんだ。うん。でも、別に嫌いじゃないよ。俺のこと、こんなに好きでいてくれて、嬉しい。いつもありがとう。いい子だね。さ、おいで。もう一回？甘えん坊だね。どうしたの？そんなに求めてきて。顔も赤いし、息も荒くなってる。俺、何かした？ずるい？何のことだろう？わかんないな。何がずるいんだろうね。髪もノーセット。服もこんなだるぎなのに。それがいいんだ。そんなに朝の俺が好きなんだ。ね、今からしよっか。いいよね。ダメ？なんで？急に恥ずかしくなった？ああ、わかった。明るいから嫌なんでしょ。電気消さないといつも泣きそうになってるもんね。顔真っ赤。ごめんね。それじゃ、この続きはまた夜に。大丈夫、俺は我慢できるから。でもお前は我慢できるのかな、なんてね。どうしたの？からかいすぎた？違う？幸せすぎて？ずっとこんな日が続けばいいのに。ああ、それって遠回しのプロポーズだったりして。また顔真っ赤。毎日毎日飽きることなく好きって幸せって言ってくれて、俺も嬉しい。ね、結婚しよっか。返事は。
大丈夫だからね。これからもずっとそばにいてね。他の人はダメだよ。ずっと俺だけだから。愛してる。